皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ゼルダの伝説トワイライトプリンセス実況プレイのパート43やっていきたいと思います。さて、陰りの鏡を探すイベントの続きやっていきます。とりあえず一回ハイラル城下町に行こうかな。ここでね、一応情報収集です。お、また来た。いたいた、リンクさん、お手紙を届けに参りました。リンクさん宛に2通お手紙があります。そんじゃ私はこれで、またね。調子くるな。で、今回のお手紙は、手紙全然読んでないね。あ、これか。うん、もう雪滑りやったもんね。いや、いや。やがてあれだな、ポーとかのゴーストの魂集めもやらないと。まああれはある程度ね、アイテム集まってから一気にやろうかなと思ってます。さあ、とりあえず酒場に行こう。こっちだよね。まあ旗ついてるしね。よし。到着。さあ、新しい情報あるかな。モイの姿がないな。次はフィローネか。モイがもらった聖なる森とはこの印のあたりか。これ？オッケー。じゃあ行ってみようか。こんなら人影もないし、ワープできるよね。そしたら、フィローネの森。それでは進んでいきます。お、いたいた。こうしてお前とこの森に来るのもずいぶん久しぶりだな。マスターソードを入手して以来だな。ここは知っているか。この深い谷の向こう、聖なる力で守られた森の奥深くに、悠久の時を眠る神殿があると言われている。ハイリア人の祖先によって作られた、その神殿には、
今もなお古代の優れた文明が残されているらしい。もし古の文明の力を手にすることができたら、それはきっとハイレルを救う大きな助けとなると思うんだ。リンク、この谷を越え古の文明の力に触れる役目引き受けてみないか。もちろんやらせていただこう。お前ならそう言ってくれると思ったよ。谷を越えるには俺の相棒を使うといい。お、なんだなんだ、走ってきたぞ。コッコじゃん、金コッコ、うん、こいつをバカにするなよ。よく飛ぶんだから、本当に絶対谷を越えられるから、騙されたと思って飛んでみな。マジか、うん、どの方角に向かって、どこに向かって飛べばいいの。おう、こういう感じ。え、次どこ、え、次どこ、えい、どこに行けばいいの。ダメじゃん、そっちじゃなかったね。マップ見てこう、マップこうで、一回そこ、あ、こっちか。マップ見なきゃ。ほう、あー、これあかん。何をやってるんだ。うん、わかったわかった。こう来て、で、こうで、よく飛ぶって言っても普通のこことあんま変わんねえな。で、そしたら、アイテムをブーメランに切り替えて、撃つ。落ちるなよ。ポン。で、この辺にいてもらって、またこれを回して、よし。トン。よいしょ。あといいでしょう。オッケー、ありがとう。お、戻ってきやがった。な、なに、あいつ何をしやがった。えい、うそお前飛べるのかよ、浮上できるのかよ。なんてやつだ。さあ、森の聖域、ここに来るのも2度目だな。コッコがいる。やはりこいつを呼ぶか。いいだろう。
どこにいるぞ。ここ登れる？そこか。逃げた。あっちか。よいしょ。戦闘は任しとけ。あそこにあいつがいる。あれはどう倒そう。こうやっていけるもんじゃないもんな。まあまたあれはなんか生き方があるんだろう。そのうちやろう。邪魔だな。よし。こっち。どこだ。こっちじゃないか。本当ここよくわかんないんだなマップが。こっちは。いや鬱陶しい。ん？ここってさっ、あここさっきいたところだな。どういうルートだ。待てよ。うざいよ。ここにポーピーがいるでしょ。じゃあこっちか。いやお前ら来んのかよ。うっとしいな。ほら。でそのポーピーはウルフリンクで対処しよう。せっかくなんで。えいっ、あやべえ。起こした。えい。あいつ襲ってきやん。襲ってこねえ。なんだよ。下手なデク人形は鬱陶しいしさ。えい。よいしょ。18個。じゃあ人間形態に戻る。よいしょ。ん？これでこっちだったのかな。あれ？道よくわかんねえなー。こいつらは鬱陶しいしさ。ちょっとマジでいい加減しろ、お前ら。一回こっちに行くのかな。あ、上登れる。まだ開いてない。じゃあ後々開くんだ。早速どっちから来たっけ。方向感覚失う。ここなんかゆらゆらしてる。これはカンテラか。カンテラカンテラカンテラ。えいっ、えいっ。宝箱。よし。
爆弾か。いっぱい持ってきたな。お、いそうだ。そこか。よし、あと。ここに行きやがった。あっちか。そっか、あの明かりを頼りに行けばよかったのか。どこ消えた？どこ行った？鬱陶しい。なんかあった気すんな。ほら、よいしょ。さて、うん、どこまで逃げる気だ。あれ、弓が便利だな。ん？あっちか。あ、ここが。かかってこいしたらきっと。ご立腹？しゃあ。次。へい。接近する必要ないんだな。てかできねえな。だいたい方向そっち向いてくれるからさ。あ、向かない方。えい。ズタボロにしてやった。へへへ、楽しかったぞ。お前を秘密の場所に通してやる。まあ遊んでやったってことで。よし。さあ、それでは奥の方へ進みましょう。ん？こっちでいいのか？再びやってきました、この地へ。
聖なる古の森、ここのことだったのか。だけど神殿なんて一体どこにあるっていうんだ。確かにキラーンってなったけど、虫はもう捕まえたもんね。えい、ここなんかありそうだな。もしくはこの剣が鍵になってたりとかじゃないね。時のオカリナでもマスターソードか、これを引き金にね、時間旅行しましたから。ほら来た。よし。お、どうやらここにももう4体ぐらいポーフィーが出るみたいだな。まあ、ポーフィー集めこのマップ見ながらやればね、楽そうだ。うん？来るか。なんか余計なやつもいるぞ。1、2、3、4、5体。なかなか多いな。うわ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 。まず雑魚。えい。とりあえず2体。まずい。よし、食らえ。あー残っちゃった。よし、よし、食らえ。よし、これでここのポータルも開いたから、ここにパッと来れるね。さて、そしたら入っていきましょうか。よいしょ。ここだな。お、不思議な空間になっている。この音楽は時の神殿の音楽だ。いやー美しい。さて、お、なんだ。なんだ。さて、時の神殿。はい、では一応これからここのね、この時の神殿を攻略していきますが、それはまた次回やっていきます。今回はここまで。たどり着くまでで結構時間食っちゃったな。
はい、ではゼルダの伝説トワイライトプリンセス実況プレイのパート43、最後までご視聴いただけありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てけれなー。